草木哲太、お前をクビにする。本日をもって除名だ。マイキー君に木崎の裏切りは一応報告した。何言ってんだよマイキー、冗談だろ。こんな場で冗談なんて言わねえ。木崎がクビなら当然俺も東満を出る。総勢450人のうち元メビウス50人、元バルハラ300人が全て抜ける。そもそも東満はでかくなりすぎだ。何言ってんだよマイキー、それが東満の目的だろ。タキミッチたちをけしかけ、大樹を殺させるためにユズハにナイフを渡した。話さねえとでも思ったのかよ。まあこんなことでキサキを追い出せるとは思ってない。違う、あんたは弱ってた。おい、誰が前に出ていいっつったよ。てめえ、これから東満はでかくなる。誰もがひれ伏す組織になるんだ。アチさん構想でのキサキの目的は構想に乗じてドラケンを殺し。分かってるよなマイキー。キサキが東満に入ったのは初めからマイキーが目当てだったんだろう。月は一人じゃ輝けない。あんたを輝かせるために、俺はあんたの落とした影だ。お別れだ、キサキ。その決めつけが夢を狂わせる。